ラロウコは、スペイン、ガリシア州、オーレンセ県の自治体で、コマルカデバルデオーラスに属する。ガリシア統計局によると、2010年の人口は584人。カスティーリア表記はリアラッコ。ガリシア語話者の自治体住民に占める割合は96.54%。ラロウコは、オーレンセ県の北東部に位置し、コマルカデバルデオーラスに属する。北は、 アルーアと、東は、ペティント、南は、オボーロと、マンサネーダと、西は、ルーゴ県のキローガの、各自治体と隣接、自治体の中心地区は、ラロウコ教区のラロウコ地区。自治体市長は、ガリシア国民党のホアギン・バウティスタ・プリエート、ロドリゲス、自治体表議員は、ガリシア国民党、5、ガリシア社会党、2となっている。ラロウコは4の教区に分けられる。ふとじは、 自治体中心地区のある教区。a b ディース・ヤナー・ジー・グラフコエレストロドデガリツヤボリューム 14P7 から8ジゲルプブラケーションス 2009ISBN 978から8461358243パブロスヨネスデエチョデスデ1900アスタ1991シフレスオフィシアルズデロースセンソスリスペクティボース シフレスオフィシアルズでパブレーシアンリザルトンツゲラ、レビチオンデルパドロンミューニセプル A1 でエネロ。ありがとうございます。